キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ最終回、イエーイ。12本完走。まだ完走してない。こっからこれで完走するんで頑張りましょう。いや頑張ったっすね。はい、はい、さあということで最後はね、うん、ソフトバンクっていうところでね、はい、ドラフト1位は風間球打選手ね、はい、公表して、うん、まあ、公表したことによって他がねこの競合を避けた可能性もあるっすね、うん、ありますね。他にもいい選手いたんでね、はい、だからここはね公表成功みたいなね、うん、感じになりましたけども、はい、ソフトバンク僕何て言ってました。ソフトバンクが先発やっぱ隅田投手に行くんじゃないかって、まあ、同じ九州だからね、はい、行くのかと思ってたらね、うん、言ってましたけど、うん、まあまあ高校生に行ったと、うんうんうん、でまあ上位で大卒社会人の、うん、左の投手だったりとか、うん、二遊間とか、うん、外野手とか保守、うん、だからまあね、あの二遊間は同じようなタイプが多いんで、はい、今宮、川瀬、はい、で牧原、周東、で川島、うん、とか三森っていうところで同じようなタイプが多いんで、うん、まあね前のところでも言いましたけどムネリンとね、はい、本田を追いかけてるんちゃうかっていうね、うん、ところもあってやっぱちょっとバリエーション違う選手たちも欲しいから、はい、二遊間は取った方がいいかなっていうところとね、まあ、やっぱり先発はやっぱ左のね先発が少ないんで、はい、そういったところでは左にもねでしかも同じ地元九州だからね、うん、隅田君行くかと思ったら風間選手というところで、うん、ちょっとねびっくりしたっすね。そうですね、あ即戦力じゃないんだと、うん、今年 B クラスに下手したら転落なのに、はい、まあでもまあね人材な育成枠もたくさん抱えて、はい、人材なすぐ人材がねもうめちゃくちゃいるから、うん、そういった面ではまあ中の選手をね育っていこうっていうところかなっていうところで、うん、まあ1位ね、はい、このビッグ4をね取れたんでね、まあそこ良かったですね、はい、単独でね、うんうん、で2位が正木智也、ね、慶応大、はい、世代屈指のスラッガー、ね、うん、外野手、はい、だここもねだから外野がねちょっと柳田、うん、で中村晃栗原を内野と外野どっちに守らせようか問題っていうところもあって、うん、まあでやっぱ大砲系がいないよもう、はい、ソフトバンクも、うん、右の、はい、そういったところではこのね正木っていうところをね、うん、まあ指名したのかな、はい、で3位がね木村大成、うん、ね、北海高校から、はい、投手これはね秘密があるのよ、はい、なんで3位かっていう、うん、多分ソフトバンクが3位に取らなかったら、はい、その後の上バージョンで多分日本ハムが絶対取られてるんですよ。へー、北海高校地元だから、あそっか、北海道、うんうん、北海日本ハムは結構地元枠でいい選手はどんどんね、はい、伊藤大海とかもそうだし、うん、取っていくんで、はい、多分ねここね3巡目で取ってなかったら多分日本ハムに取られてたんちゃうかっていう、行きましたかね、うん、だからここね3巡目で行ったんちゃうかっていう、ね、はい、で4位がね、うん、内野手野村勇選手、うん、NTT 西日本、はい、まあ、セカンドサードとか内野外野守れてね、うん、っていうところではまあ牧原とかみたいなタイプなのかな、はい、うんうん、5位が投手大竹風雅選手、はい、東北福祉大学から、うん、奪三振能力が高い右のオーバースロー角度あるストレートカーブフォーク縦の変化がじゃああれだね千賀みたいなタイプだね、うん、でもあれらしいですよ、東北福祉大ってあのムクノキ投手とか、うんうんうん、あと三浦投手とかがいて、うん、この春まで通算2試合しか登板してないらしい。そうな、はい、登板機会に恵まれていないが体重が乗った時の直球には光るものがあると、だからスカウトがまあ素質を見抜いたんですね、抜いて、まあ、5位でね、うん、ここからし、まあ、ソフトバンクっていうのは、はい、球めっちゃ速いとか、うん、足がめっちゃ速いとかっていうのを取って技術を後で仕上げるみたいなタイプだから、はい、そういう輪っかもかんないね、素質をね、うん、そうそう、まあ、いいと思ったんでしょうね。でここからがね、はい、もうソフトバンクもう育成です。いや私結構びっくりしましたよこれ、うん、いきますよ、うん、はい、多いからね、はい、一応全員紹介しないと、はい、1位内野手藤野慶吾選手、うん、戸畑高校地元福岡、はい、2位外野手川村優斗選手、私が結構言ってた選手ですよ、はい、うん、育成、はい、センター大、3位投手井崎三四郎選手福岡地元、投手4位投手三浦瑞希選手東北福祉大学、東北福祉大学まただよ、そうそうそう、投手そんないいのピッチャー、だからこの向こうの木投手とこの三浦投手がいたからなかなか投げられなかったんでしょ。だけどでもなかなか投げれなかったやつが支配下で投げてたやつが育成なのそうですねそれも人生どうなるか分かんないね、どこ見てるか分かんないスカウトの方は。育成5位投手、うん、田中レイリハモンド、はい、帝京第5、うん、で6位投手加藤光輝、滝川二高兵庫、7位投手山崎拓馬、山崎、山崎、はい、山崎って書いてるよこっち、こっち先だ、こっちでついてる、どっちなんだろう、ね、はい、山崎、山崎問題、はい、出てきましたね、で拓馬、はい、石見地商館、岩見地水館、
大阪、はい、8位保守佐久間拓人田村高校、はい、9位外野手山本圭太選手、うん、明星大学、はい、明星大学、明星大学、はい、明星大学、明星ってお前あの昔のジャニーズが持ってる本になってる明星カルベラみたいなねそれもラーメン屋やん。そうです、はい、育成10位保守加藤空選手、うん、透明感、11位投手滝本正樹選手、1位須磨津戸、12位内野手三城良樹選手、うん、大分商業高校、13位佐藤拓磨新潟投手、新潟 F1 レーサー、うん、ん、え何、インディ500優勝、え、何ですか、ん、佐藤拓磨、はい、インディ500優勝 F1 レーサー、あ、そうなんですか、あ、違うっけ、同姓同名だね。いや、私も知り合いにも佐藤拓磨さんって言いますから、ね、そうなの、はい、F1 レーサー、いや、違います、あの新聞記者です、そうなの、はい、新潟、新潟医療福祉大学佐藤拓磨投手、うん、あれ新潟医療福祉大学いたね、キリシキ投手です ね、はい、2枚看板なのかな、うん、で14位外野手中田圭介選手、はい、福岡大学外野手、うん、14人全員です、はい、14人、おー、よ、どんだけ調べん、どんだけこうリストアップするんだろうね、うん、逆にスカウトの人数も相当多いんですかね、いや多いんじゃない、うん、あとこの育成指名、はい、このハードル聞きたいね、そうですね、うん、やっぱソフトバンクってどこか一つでも光るものがちらんとある人を取るみたいな傾向あるじゃないですか、うん、あとは地元福岡は取ってるよね、きっちりね、あと九州ね、佐賀、大分、大分商業、うん、っていうところもあるのかな、やっぱ地域活性化じゃないけどね、うん、そうですね、うんうん、まあ、そういったところでね、まあ、試合以下は投手3人、内野1人、外野1人という形になったけども、はい、だからまあ、だからもうやっぱり右の方が欲しいんだろうね、うん、だからこの野村選手と正木選手をね、右のやっぱ大砲系っていうか、右のバッター、はい、左が多いのよ、確かにギーター選手も全体的にね、うん、で、この右がね、うん、でまあ、マッチの後継っていうところと、はい、まあ、正子が今年パッとしないっていうところで、うん、まあ、リチャード出てきたっていうのもあるけど、はい、やっぱ右がね、欲しいんだろうね、うんうん、でピッチャーでは、だからもう大体全員育成かな、育成期間かな、どう、そうやと思います、え、開幕いないよ、誰も、開幕、確かにその大竹選手も大学卒ですけど、あれですね、これ見る限り育てようっていう感じもありますね、うん、指名された時は部屋でくつろいでたらしいです、へぇー、かかると思ってない、大竹投手、じゃあもうビビったの、ビビった、背筋ピンやん、かかると、え、思ってなかった、死亡届出してるけどかかると思ってなかったんだ、お無理やと思ってない、へぇー、じゃあ、ね、三浦選手の方がかかると思って座っててかもしんない、ね、うん、何があるか本当に分からない、じゃあいないの誰も、え、即戦力ですか、だから LINE の開幕にいる人、 LINE の開幕は、まあ、残念ながらちょっといない、まさき選手は、まさき選手は佐藤直樹選手と競争ってのがあるんですね、うん、でもちょっとタイプ違うやん、数年前のドラフト1位、うんうん、佐藤直樹ちょっと足系じゃん、結構スラッガー系よ、スラッガー系、いないの、まさご君もいるんで、うんうん、もうじゃあいないの、いないんですよ、右板開幕スタメンは残念ながら、じゃあ開幕1軍は残念ながらいないんじゃないか、いや私は正木選手やっぱ行ってほしいですね、いいの、うん、俺はもう来年の開幕1軍、はい、三浦瑞希、そこ来ました、ハングリー精神で、うん、いや絶対やってやるぞっていう、はい、だからキャンプで試合感になって、うん、でそしたら私やっぱじゃあ大竹君行こうかな、どういうこと、え、くつろいでたよ、くつろいでたけどでも三浦君行くっていうのとやっぱ大竹君行こうかな、負けないって、負けないって、俺はもうこのハングリー精神で、うん、確かにハングリー精神は絶対三浦投手のがあると思うんですよね、うん、だからこうなんとかって言って、うん、ドキドキして待ってたと思うよ、育成4位ま で、 そうです、ね、結構時間かかるよ、うん、じゃああれ大竹、ま、正木じゃん、もう正木泣いてるよ、袴田さんが、正木が、いや袴田さんは私って言ってくれたのにっつってじゃあまさちくん、じゃあまさちくんにしよう、ハングリー精神で三浦くんですよね、そう俺はね、はい、じゃあ私はもうやっぱり2位で、うん、あのもう大学1のスラッガーと言われてましたから、うん、はい、いないの、応援する気ない、応援しますよ、この川村くん、仙台大の川村くん、あ、はい、はい、ゆうとくんね、はい、はい、が上がってくるじゃないですか、はい、あ、さっきさん、まさち選手、あの字も一緒ですよ、名前、うん、ともやって、ほら、うん、まあ俺の真似したんだろうね、あ、それかな、だって俺が24歳の時に生まれてる、あ、本当だ、その代わりまだ俺は一軍定着してないじゃあ違うんじゃない違いそう、はい、まあでもね、うん、まあこうドラフトで、うん、
やっぱ来年をどうのこうのっていうのはやっぱソフトバンクは思ってないね。まあ、うまく埋めれたらいいけども、うん、基本的には今の中の選手たちをしっかり怪我をさせないで育てていくことがやっぱりね、監督も変わって一気にねリベンジしていくチャンスっていうところでね、はい、まあ、ドラフトでどうのこうっていうのは思ってないようなドラフトに見えましたね、うん、そうですね、はい、でもこの育成の人たちもやっぱりライバルがすごく多いと思うので、そう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 、まあ、3軍戦引いてね、うん、まあでもこのね育成のこの14人取るのがソフトバンクの強さのゆえんだからね、はい、こういった選手からだからもう先物取引だからね、うん、そういう人が成長する前に取っといて、はい、だってふっとしたらここの中で大学行ってたらドラフト1位になってる選手がいたかもわかんないからね、そうですね、うん、それらを先取っといてっていうところなんでね、うん、まあ、そういった戦略をね、うん、あの会社として取ってるんで、うん、まあ、そういった感じではね、まあ、いずれね、どう伸びていくかっていうところでね、総評になりますけども、はい、これでやっとね、うん、12球団全部終わりましたけども、はい、疲れましたね、さすがに。そうですね、うん、でもやりきりましたね、やりきりましたね、はい、まあ、これでね、まあ、皆さんね、ここからはクライマックスシリーズに入っていくんでね、はい、クライマックスシリーズの総チェックもね、うん、皆さん楽しみにしてもらいたいと思います、はい、あとまたねちょっと違う日にドラフト総まとめっていうのを一本動画作ります。あ、そんな撮りますか、はい、ここの駆け引き面白かったねとかね、はいはい、こういったところ良かったねっていうところをね、ちょっと頭の中で整理して出来上がったら撮ります。はい、はい、ということで皆さん12回、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この選手としてね、来年、はい、誰が新人王を取るのか、うん、佐々木と先生と袴田さんが選んだ選手が本当に開幕一軍にいるのか、はい、皆さんは誰を選ぶのかっていうところをね、はい、うん、楽しみながらね、はい、来年の開幕をね、待ちたいですね、はい、ということでありがとうございました。